プロシーとコンタクトを取ることに成功しました。エンジニアの申請作業により、この物語の出来損ないは、まもなく消滅します。早く逃げないと正月早々、2020年の世界から永久におさらばです。とはいえ、物語上の敵を作らないといけないわけでして。あ、敵がいないなら、作ればいいじゃないですか。ドロシーは、クグツたちにあることを頼んだ。お二人が私の敵になってください。ご苦労様です。あなたはやっぱり帰るんだね。物語のある世界へ帰るんだね。ゲロ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 。疑心と暗鬼を倒したことにより、ドロシーはカルタ部屋に帰還することができた。床に散らばったカルタを見ると、彼女が改ざんした箇所はすべて修正されていた。素晴らしい！札の一部に手を加えるだけで、あんなに面白い世界に行けるなら、さらに大規模にいじくり回せば、もっと愉快な世界に！実験の結果に満足したドロシーは、懲りることなくカルタにさらなる改ざんを施そうとする。だが疑心と暗鬼に止められ、最終的にナイトメア百人一首カルタのテストプレイは中止になった。